あのそれぞれのメンバー様っていう学校がある。腕力なんだが。いよいよ始まりますよ。とうとう当日が来ちゃいました。いやでもね、心強い後輩たちがいますので、一緒に楽しみたいと思います。はい、あ、島さん、おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よいしょ。食事もここに用意してます。ありがとうございます。よいしょ。もうないです。あ、ですね。あ、すごい。ここから入れるわけですね。はい、お願いします。うわ、素晴らしい。いや、いよいよ大ホールだよ。本当にもう僕ソロとしてのコンサート、もうグループでね、サンサロというグループでデビューした時には大ホールで一度やってるんですが、あの松井正道ソロとしては今日初めての大ホールコンサートなんですよ。うわうわうわ、すごい。いや、素晴らしい。ありがとうアルフォールさん、ありがとうございます。素晴らしい。うわ、気持ちいい。知ってたら最高。これね、うわ、すごいすごいすごい。これですよ。俺もちろん全部歌詞覚えてますよ。だけどこれあるとね、全然違います。うわ、すごいすごい。こんな感じですけど大丈夫？いや、もうありがたいですこれ、はい。これ素晴らしいですね。でも生の響きもすごいいいですね。やっぱね。すごい。スクリーンが降りてきますけど、うわ、すごい。ああ、すごい見やすい。これは本当にいいな。はい、もうバッチリでございます。ホール全体の響き方が本当にこう普通のホールとは違う、やっぱりね、ものすごいいい響きがアルフォーレさんするので、これはね、生音でリハーサルの時もすごく、リハーサルもすごく楽しいと思います。皆さんにはリハーサルの風景もね、ちょっと見ていただきたいなというふうに思いますので、よし、じゃあ僕も準備をしよう。来たところよ、ありがとうね、ゆきまさん。はい、はっはっ、ヘイヘイワン、ハッ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 、ヘイヘイヘイ。なんと、なんだろう、人生初のケータリングじゃないですかね。もう自分のコンサートにケータリングがあるって、これもうこれ説明しようのない喜びなんですよ。本当にありがたいです。その最初の一杯を、コーヒーをいただこうと思います。これ記念すべきね、これ第一歩なんです。このコーヒーの一杯はケータリングのコーヒーを、松井正道コンサートのコーヒーをいただきます。ありがとうございます。
お守りだよ。俺の部屋どんだけ汚いんだよ。汚い。はい、見ててね。蓋されていいな。このため僕らは僕らより棚橋さんない。どころかアルフォートが置いてあったよ。最高。若菜ちゃんの大好きなアルフォート。ブルボン。アルフォート作ってる人。あれ？え？作ってるの？僕が。いや、もっと早く教えて。大ファンで僕らはいつもストックを買い溜めてるの。あ、本当ですか。ありがとうございます。これ本当の話。あ。チークちゃんそうなんだ。そうなんです。毎日あのアルフォート見てそう、あの、いじます。そうです。それだったら騙してないのか。いいです。いい感じです。僕のモニター、先端モニターに違うギターを少し開始大きくしてください。なんかブラッシャーでもっと弱いですかね。ちょっとね、弱い感じはあるけど、雰囲気は出てんだけどね。サビはじゃあ。サビはキックなしで。キックなしで。NSC の時はカウントを入れられない状態になったので、DVD とリンクを最初だけするみたいです。で、皆さんがこうあの3台の映像を見ながら演奏する形で、ここにモニターの映像も書いてるんですけど、なのでカウントは出さずに映像でウォーウォーって入っちゃうので、そしたらまずは、まあ4小節ぐらいのウォー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 、その映像に合わせて手拍子とみんなでウォーウォーを言おう。出るところまでいきます。新潟産業大学公式カレッジソング NSU 行きましょう。ちなみに確認なんですけど、あの越後の歌は、桶の再生のタイミングというのはどんな感じになるんでしょうか。そうですね、まあまあ鈍調が上がりましたら、はい、もうそのタイミングでかけていただければと思います。鈍調が上がったタイミングでも CD かけていただいて、分かりました、はい、その時にもう袖から入場していただいて、はい、お願いします、はい。皆さんにお届けしようと思います。もうね、ミカちゃんも楽しんでください。はい。